はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。この番組は2000年から現在にかけて全日本プロレスで行われた過去の名勝負をご紹介する番組です。今週の試合をご紹介する前にですね、皆さんお気づきでしょうか。番組のロゴをあしらった T シャツを作ってみました。まあ今更ながら作ってみましたけど、まあ皆さんもね、もし欲しいっていうご要望があればコメントいただければ、団体さんの許可をいただければ販売するかもしれません。まあというわけでね、今回はこの服を着てご紹介させていただきます。2009年の11月29日大阪府立体育会館第2競技場で行われた世界最強タッグ決定リーグ戦から、武藤敬司船木正勝組対太陽系や鈴木みのる組の一戦です。来る11月13日2022年の世界最強タッグリーグ戦が開幕するということで、それに合わせて今回ですね、過去のこのリーグ戦の大会からアーカイブをご紹介させていただきます。まずはですね、この年の参戦チームをご覧ください。なんといってもね、今回ご紹介するこの武藤船木組と太陽系や鈴木みのる組のこのグレン隊コンビ、この2組がねズバ抜けて目を引くというか注目を集めるところかなと思いますが、まあそれ以外にもですね、非常に豪華なメンバーがこのリーグ戦に参戦しておりました。まずはですね、高山翔選手とノサーロンガイ選手、なかなかね異色のタッグかなと思います。普通の巡業とか試合でもですね、2人で組むっていうことはそうなかったんじゃないかなと思いますけども、太陽ケア鈴木みのるという2人以外でもう1チーム、グレン隊から出場したと。それ以外には諏訪間選手と河野正幸選手の新世代軍、明坊の選手、浜亮太選手のスモップ、さらにですね下に目をやると長州力選手も参戦しておりました。まあ、この頃ね、長州さんももう結構晩年だったので、弟子入りをね直訴してきた曽山の選手を育てるといったニュアンスでね、このリーグ戦参戦したい意味が強かったです。はい、というわけで今回の試合をねご紹介させていただきますが、とは言ってもね、やっぱりこの船木正勝対鈴木みのるというこの構図がねご紹介するに値するのかなと思います。以前ね5週連続企画ということでこの船木対鈴木みのるということをやりましたけども、まあ、その時にですね、唯一残したと言っても過言ではない試合がこの試合に当たります。あとね、この試合の後に行われた世界タッグ戦もね、どっかでまた合わせてご紹介しようかなと思います。まず船木正勝選手、1984年に新日本プロレスに入団し、そこでですね武藤敬司選手と同期ということだったんですけども、新日本プロレスを退団し、そこから UWF に移籍、さらに藤原組パンクラスと移籍を続けていきました。その最中ですね、2000年に行われたヒクソングレイシーとの試合に敗北し、一度ここで引退を表明してしまいます。ですが2007年の大晦日総合格闘技で復帰してからですね、2009年の8月30日武藤敬司デビュー25周年記念試合でいきなりプロレス電撃復帰と、この翌日にはですね全日本プロレスの正式所属を表明することになります。ここで、鈴木みのる選手との遺恨清算マッチということでシングルを組まれましたけども、結果的にですね、より遺恨が深まると。というのもですね、船木正勝選手が、ロープを掴んでいる状態で鈴木みのる選手が上からこのスリーパーをかましていたところですね、ロープブレイクを主張した和田恭平ルフィの反則カウントが耳に入らずですね、鈴木みのる選手が反則負けになると。まあ、鈴木みのる選手からしたら、以前ねパンクラスの両国大会でスリーパーで落とされた、失神させられたというところをねフラッシュバックさせるような、それをやり返すためにですね、俺はそのスリーパーを離さなかったんだというようなね意思表示を感じる反則負けということに、なってしまいました。結局その遺恨がくすぶったままですね、全日本プロレスの冬の風物詩世界最強タッグ決定リーグ戦に突入していくことになります。武藤敬司選手とともにですね、引き続きこの11月からの大会にもエントリーいたしました。はい、対する鈴木みのる選手、船木正勝選手とともにですね、新日本プロレスを退団し UWF、 そして藤原組パンクラスというふうに移籍を繰り返していきました。しかしですね、先ほども申した通り船木正勝選手が引退するということになってからですね、なんとかパンクラスという屋台骨をね支えていこうということでも必死になっていた、そんな時期もありました。そして2003年の6月、船木正勝選手よりだいぶ先にですねプロレスに復帰することになります。そこから2006年、全日本プロレスに主戦場を移し、三冠ヘビー級王座獲得、そしてこの年のプロレス大賞 MVP 受賞などですね、輝々しい成績を残していくことになります。そして何といっても今回ご紹介する太陽ケア選手と の, このグレン隊というコンビですね。このグレン隊というコンビで世界タッグ王座もベルトも巻いていたわけですけども、2008年の世界最強タッグ決定リーグ戦にエントリーするも、ここではまさかの予選落ちと。この時優勝決定戦に進んだチームがですね、天狗寺とチームディストラクション、諏訪間近藤組と、どちらも素晴らしいチームだったわけですけども、まあ、その2チームですね、まあ、わずか点が足らず優勝決定戦進出を逃すと。しかしですね、世界タッグチャンピオンとしてですね、この年のプロレス大賞の最優秀タッグを受賞することになります。ベルトを持っていたっていうところもね、もちろん評価のポイントだったと思いますけども、あとはですね、グレン隊というコンビが生み出したブラインドタッチというこのコンビプレーですね、これがプロレスのタッグワークにおけるこの新たな可能性を示したと
というところが、まあ、選出された理由だったかなと思います。そして2009年にはチャンピオン会で初優勝を遂げました。というわけでね、プロレス復帰してから割とこう順風満帆なねキャリアを積んでいたわけですけども、ここに来てですね、あの因縁の船木正勝が復帰するということで、まあ、シングルマッチを行うことになりました。今回まあタッグ戦ですけども、まあ、なんとかね、まあ、船木正勝にこう一発でも多く攻撃を加えてやろうと、そういうね意気込みを持って臨む試合となります。今回ご紹介する試合までですね、グレンタイチームが1勝2敗ということで、まあ、世界タッグ王者チームとしてはなかなか物足りない厳しい現状となっておりますが、まあ、その分さらにですね、この武藤船木戦にかける意気込みは相当のものだと。はい、というわけで今回ご紹介するこの試合ですね、本当にこうどちらが勝つか全く予想できない、そんな試合になるかと思います。天才同士の華やかな急増コンビが勝利するのか、はたまた実力派世界タッグ王者のグレンタイチームが勝利するのか、ぜひ最後までお楽しみにご覧いただければと思います。セレッソ大阪のフォワード、元サッカー日本代表、西澤明則選手より、親友であります、鈴木みのむ選手、激励の花束贈呈です。この2人は親交が深いんですね。そうですね、鈴木みのむのリング上での固有笑顔をめったに見れないんですけどね。そうですね、あ、舌を出してますね。そうですか、元日本代表、西澤選手と、ここは3ショットです。この西澤選手から今花束が送られました。鈴木みのるがロープ上げてますからね。いや珍しいですね。いややっぱ親友ですよこれは。ですね、はい。さすがはトップを張った者同士。あれよあれよと得点を伸ばし、トップ8点での折り返し。8月両国でタッグを組み、そしてこの年末のタッグの祭典へ、花のある2人です。今日勝てば俄然有利になります。84年デビューの同期タッグ、船木正勝、おっとその前に立ちはだかります鈴木みのる。船木の入場を許しません。今ようやくまさかす武藤圭司、本日の名前の結び世界最強団の決定リーグ戦三局一本勝負を行います。青コーナー鈴木みのる太陽系グレン対世界タッグチャンピオンチームグレンタイ、この2人、さあそして現在までトップ船木正勝、武藤圭司組です。この一つ前の試合で同率トップのコジヤックは敗れました。2敗目を喫しています。
流行る気持ちを抑えられないか鈴木、なんとかなだめています。ああ、こちらは船木がもう今にも殴りかかろうとしておりますが、武藤が抑えて、さあ武藤が先発でしょうか。こちらはケアの先発、メインイベントいよいよ始まりました。さあどういう展開か、まずはロープの感触を確かめまして、武藤敬司、この2人は2000年優勝をしております。2000年でしたかね、2001年ですね。2001年ですか、はい、なるほど。さて佐野さん、はい、現在までのこの得点状況がですね、はい、まあ、トップですね、4勝1敗の武藤敬司組、はい、そして太陽ケア鈴木実がですね、まあ、3戦しかしてないんですが1勝2敗、はい、負けが先行してますが、どうですか。そうですね、あの今日迎えるまでの間にね、はい、その前の公式戦が、西村真田、うん、まだ真田が、はい、あのインフルエンザになる前、しかも鈴木実が取られて負けたと嫌な感じの流れで来てるんですが、うん、まあ、今日相手に船木もいるということもあるんですけども、はい、鈴木実はもう今日でも燃え尽きてもいいと、すべてはこの一戦にありのような覚悟を語ってるわけですよね。そうなんですか、となるとかなり厳しい。そうですね、ただね、はいはい、あの武藤船木にしてみればね、この前の試合であの小島ゾディアックが負けてますんで、はいはい、ここで勝てば単独トップ、ね、そうですよね、10点ですね、はい、これ俄然有利になりますね。そうですね、はい、さあどういう展開が待っているか。あとこの武藤組は諏訪間組、そしてコジヤックと残しています。はい、まあ、大野さんの言われたようにその2つの大一番の前に10点が、ね、10点乗っかればそうですね、かなり有利ですもん ね、はい、でね、いっぱいのままでいるということは他のチームに与えるプレッシャーも大きいですよね。そうですよね、逆にこのケア・ミノルはここで敗れるとかなり後退しますよね。そうですね、ここで敗れたらまあ自力優勝はまずないと見て他力本願になりますね。他力本願になってきそうな状況ですよね、今の点からいけばね、元はバットとしてこの2人組んでおりました。そんな時代もありました、武藤敬司太陽ケア。この武藤はケアの実力はよく分かってるでしょうからね。まあ、知り尽くしてるところもあるんでね、はい、まあ、お互いに知り尽くしてると思うんですよ、うん、やりやすいのかやりにくいのかちょっと分かんないですけどもね、お互いにね、はい、まず間を取って武藤、本日のメインイベントです。武藤ケアで始まったことで試合じっくりしてますけど、ここからですよね。さあ鈴木実が出て武藤はどうするか、はい、お指名します、船木を指名します。今日は親友の元日本代表西澤選手もこの一戦を見つめています。さあ船木ってこいよと、中に入った禁断の戦いと言われております。この2人の戦いまだ始まった、この大阪で周りの取り合いです。どちらが仕掛けるか、もう構えからしても打撃戦ですもんね。そうですね、ローキック前に出る船木、蹴りで牽制する船木、緊張感が走ります。周りを詰めるか、鈴木が前、組の翔太、あの翔太が 見えないらしいですね、各選手ね、はい、さあどうだ、鈴木と船木です。ワンクラスで同じ釜の飯を食った中ではあるんですが、その後さまざまなことがありました。鈴木みのるにしてみたらね、はい、入門してからずっと一緒に過ごしてた人間ですよ ね、はい、というのはね、そうですよね、投げに行かせない、おお強烈なミドルキック3連発、そして膝を出す、ここで武藤が中に入りました。そうですね、船木がエキサイトしないようにうまくこう武藤はコントロールしてる感じですね。そうですね、フラッシングエルボー、腕を固めます、グランド
グランドも強いんです。上になってコントロールする、体を預ける、動けません鈴木。ベースは柔道の武藤、そしてベースはアマレスの鈴木。腕をがっちりトロックして武藤、今度は腕を引いて再び船木中、長野さんはこの武藤船木組を優勝候補に挙げられたわけですか。そうですね、やはり2人ともキャリアもありますし、まあ、船木の場合ブランクありますけども、はい、それ感じさせないですもんね。そうですね、特に長野さんの印象の中で船木の今一番いいところというのはどういうふうに、どの点を打つってんですか。そうですね、とにかくプロレスへの順応が、はい、僕はもうちょっと手こずるのかなと思ったんですが、ほうほう、本当にプロレスにどっぷり使って、その中でこういった関節技とかね、打撃技とかも自然にこう出るようになってるのがいいかなと思いますね、はい、あ、なるほどね、もう少し苦労するかと当初は思われた。そうですね、なるほど。さあ今度は三角締め、苦労するかあるいは馴染めないか、あ、いい意味で予想を裏切ってくれましたね。そうですね、はい、まあ、その辺はやっぱり武藤の存在も大きいと思うんですよね。なるほど。さあ足が伸びておりますがこれは認められない。三角締めが決まっている、三角締めが決まっています。さあ鈴木かなり苦しくなりました。今度は腕だ、今度は腕、腕を取る、腕を取る、厳しい、鈴木厳しい、かなり厳しい攻めが続いた船木の攻めでちょっと鈴木悶絶。さあ引っ張り込んで今度は武藤、ちょっと深寄せずにね、はい、そうですね、この辺りはうまいですね、いいコンビネーションを見せています。武藤船木組、おお、船木にまず一撃、ドラゴン、あーっと踏みとどまって腕しぎだ、ドラゴンスクリューを狙ったその瞬間でした。もう次の手を考えていた鈴木みのる、これがいいとそう話していたようです。この一戦にかける思い、鈴木みのる、ここで太陽ケアにスイッチ、今の腕狙いです ね、はい、そうですね、ケアも左腕がね痛いだけに腕を狙われた時の辛さが分かってますね、はい、あ、すぐに中に入れました。腕をひねってかまず掛け、かまず落とし、ポールの体勢に入った、チームにとって大事な一戦、もう負けられないグレン対ケアミノル、そして後半戦に向けて勝ち星を伸ばしたい船木武藤組、おお、さあ挑発します、鈴木が船木を挑発する、前に出るケア、かなり痛いんでしょうね。そうですね、ここは逃げる、あ、しかし上になった上からのエルボーの攻撃、これはかなり強烈な攻撃です。そして腕を取る、痛めた武藤の腕を取って逆貫徹、決めに行きます。武藤の右の腕、悲鳴を上げている。ここで鈴木です。世界最強タッグ決定リーグ戦終盤戦に入りました。おお、船木です。その矛先は船木、そして罵倒する、再びアームロックに入る、
この攻めいかがですか。いや、いいと思いますよ。同時にあとはもう船木をイライラさせて、はい、武藤船木組のね、チームワークを乱そうとしてるんでしょうね。うん、そうですね。さあここで投げに行くのか。ブレンバスター切り返した。ああタッチに行けない。今ちょうど10分経過です。心配そうに見つめるコーナーの船木正勝。さあコーナーに連れていく自分たちのコーナーです。最強タッグはそのね、はい、あの左腕ですか、まだ完璧じゃないようで狙われてね、はい、引きずり回される場面が多かったんですが、今日はいいチームワークで戦ってますね。そうですね。ドロップキック。さあここで船木に渡します。再び船木と鈴木。船木がロープに飛ばす。襟が待っていた。蹴りを対応します。蹴り足をキャッチして、再び腕を狙う。一瞬の隙を突きました。船木正勝、上杉十一固め。鈴木が逃げる。オープンブレイク。まだ中盤戦、この世界最強タッグ決定リーグ戦、怪我が一番怖い。肘の付け根、おーっと今度はキッチンシンク鈴木、そしてケアとスイッチ。さあ長野さん、このケアと船木というのもね、新鮮ですね。興味深いですね。突っ込んでいく。ワイズを継承しました。この太陽ケア、その動きどう船木は感じているんでしょうか。さあ担ぎ上げる TKO。 これは完璧に決めた。どうだ。あ、しかし武藤カット。今度はその武藤を場外に押し合って鈴木が行く。完全に分断。さあここでどうだ。投げに行く太陽ケアが抑えて、どうだ。カウントは2です。カウント2カウント。場外ではこの2人、そしてリング上ではケアと船木。ロープに送ったが逆に振る。ボーリングスワット、武藤に渡します。ハリケーンスパイク。バックに用した太陽ケア。今日のケアはなかなか、はい、好調ですね。そうですね。だいぶ復調してきてるんじゃないですかね。そうでしょう ね。非常にいい動き。どうだ。カウント危ない。2カウントは2カウント。船木がちょっと心配だ。鈴木は戻ってきた。ここで全体のコンビネーションが良くなってきた。早くなった。スイッチワーク。バックからスリーパーに取る。さあ逆落としに移行できるか。気持ちをついた。おお船木が入る。右の張り手。おお3発4発返す。すごい返しですね。はい、後ろからケアが助っ人。そしてどうだ。バックドロップ。大方のバックドロップ。ドラゴンスクリュー。鈴木が上になっている。船木を抑えにかかりました。シャイニングなんだ。シャイニングウィザード武藤。これで流れがどうなりますか ねまた分からなくなりました。さあ膝をつく。足を取ってドラゴンスクリュー。いいアシスト。足4の字固め。脇固め。さあ、四の字と脇固めだ。
これは決まるかもしれませんね。そうですね、しっかりと足一船木、足4の字固め、あ懸命にこらえている鈴木メノル、殿下の宝刀です。殿下の宝刀を抜いた武藤敬司、さあ一気に決めるか、一気に決めるか、決まった。さあどうだ、厳しいぞ鈴木、こちら完全に抑えています。船木も抑えている。これはもうがっちり入ってますよね。入ってますね。ケアはもう動けない。徐々にロープ、なんとかロープブレイクだ。武藤組チャンス、勝ち点10に向けてひた走ります。まずは船木、シャイニングダン、正面から打って出るドラゴンスクリュー、船木はトップロープの上、ミサイルキック、面白いように決まっている。さあとどめはシャイニングウィザード、勝ち点10に乗せたか、カウントはおー、6回戦2、いや自力で返しましたね。返しました。しかしここはチャンスですね、武藤組はね、武藤組もまたね、はい、傘にかかると強いですからね。後ろからシャイニングウィザード、正面からこれこぼした、今度はどうだ、コップを浴びて、しかし今度ケアが入る、ドラゴンスクリュー、あーちょっとまだわからない、足を取ったドラゴンスクリュー、でしたね。そうですね、あこれで貴重な2点獲得、これで5分2勝2敗でした。グレンタイ対するは武藤組は2敗目。そうですね、まあ試合終盤はでもこれ完全に武藤組だと思ったんですよね。さてこれトップにチームがですね共に敗れて2敗目、はい、今日試合がなかった長州ソヤ組が唯一一敗のまま残ってますが、そうですね、ちょっと混沌としてきましたね。きましたよね。あー取ったぞと鈴木みのる、これで鈴木ケア組が4戦、まだこれで4戦しかしてませんから、はい、十分にこれ可能性ありますね。そうですね、2敗が、まあ、武藤、はい、ザーマコードも2敗、そうですね、ケアミドルも2敗、はい、そして1敗が長州ソヤ、いやすごい混戦ですね、すごいですね、はい、いや最後までもつれるかもしれません。2009世界最強タッグ決定リーグ戦、今日はケアミドルにとっては本当に価値ある勝利でしたね。そうですね、そして元日本代表石澤選手と熱い握手を交わしました。月抱擁、親友の見ている前で自らボールを奪いました。おお、そして少女さんも抱き上げて、いやー鈴木が本当に会心の笑みを浮かべてますね。やっぱりそれだけこの一戦にかける思い、はい、プレッシャーもあったでしょうね。いやそうですね、さて本当にこれ混沌としてまいりました。2009世界最強タッグ決定リーグ戦、最後は武藤が取られました。完全にその最後の傘に簡単な攻撃にしてやられましたね。あのゴチ式ファイル2発はきつかったですね。そうですね、さあ長野さん、これ今後ですね、予想がまた本当に難しくなったんですけど、どうですかね。いやちょっと予想つかないですよこれ。そうですね、さあこれからまた後半戦に入ります。ぜひまたお楽しみにご覧いただきたいと思います。首がもげても腕が折れても、ね、俺が船木の前に立った時はギブアップなんて言葉もない。
ノックアウトされたところで俺の魂だけ抜けててあって、あいつの喉笛かきってやっから、俺と太陽ケアに船木武藤と対戦しても敗北なんてことはねえんだよ。一つ誤算だったのが、もっと乗ってこないと思ったら意外に乗ってくるじゃねえか船木。どうやらまだまだ感情のコントロールができないヤングボーイみたい。結局船木が俺の体に傷つけることができたのこれだけだ、これだけだ。俺たちがあいつから取った、あいつらから奪ったもの、欲しい、強い、新しさな、全てのもの。いや強くねえもん、あれ。まあまあぼちぼちだね、そうそうって感じだね。大阪大会を終えて現在の得点状況はこちら。混戦模様の最強タッグ、生き残るのはどのチームだ。はい、というわけでこの試合は、鈴木稔選手の勝利ということでですね、最後の最後武藤敬司選手の一瞬の隙をついて、こっちパイルドライバーから3カウントを奪いました。まあ、あの試合全体を見るとですね、船木鈴木稔というようなね対立軸もありますけども、まあそれをちょっとこうなだめるようにですね、うまくね試合巧者として武藤敬司選手がペースをコントロールしていったと。鈴木稔選手にとってみれば船木正勝に一発食えてやったと、満足のいく内容だったんじゃないでしょうか。はい、来週もですねこの年のリーグ戦の続きをご紹介させていただきます。2009年12月6日世界最強タイトル決定リーグ戦の優勝決定戦、武藤敬司船木正勝組対諏訪間河野正幸組の一戦です。ということでね、あのグレンタイコンビがなんと2年連続で優勝決定戦に進出できませんでした。予選落ちということでですね、あと一歩わずか届かなくてね、この試合に臨めなかったということで、代わりに出てきたのが諏訪間河野正幸の新世代軍です。全日本プロレスの若手未来を担う2人がなんと武藤敬司船木正勝と同率1位で優勝決定戦に進出いたしました。さらにですね、船木正勝選手そして河野正幸選手にとってはこの試合に勝てばプロレスラーとして初タイトルを得られるという一戦となります。天才ベテランコンビが優勝するのか、はたまた若さとパワーあふれる新世代軍が優勝するのか、ぜひ来週までお楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。